はい、どうも、白熊先生です。僕はですね、普段教育界で働いていて、子供たちに勉強を教えてるわけなんですけども、このチャンネルはですね、そんな僕が気になるニュースについて解説考察していくっていうチャンネルともなっております。今回取り上げたいニュースは何かっていうと、松本人志さん性加害告発の続報となっております。はい。なんとですね、皆さん、松本人志さんがですね、吉本の本社に現れたということでですね、大変な騒ぎになっています。はい。どうやらその場にいた芸人さんたちはですね、全く聞かされてなかったようでですね、相当びっくりしたようですね。はい。今回は松本さんがですね、まあ言ってみたら吉本とはですね、完全にですね、切れてしまっていると言いますか、要は完全に見放されているみたいな話にもなっていたんですけども、なぜこのタイミングで松本さんが吉本に行ったのか、そして何を話したのかということ。はい。そしてですね、直近のですね、テレビ番組でダウンタウンの浜田さんがなんと涙を流したわけなんですよね。はい。それも踏まえてですね、ちょっといろいろ話していけたらなというふうに思っております。はい。まずなんですけども、ちょっと浜田さんの方から話したいんですけども、これ浜田さんがですね、なんかいつになくですね、ない姿を見せてですね、現在ですね、なんかネット上でですね、浜田さんを応援する声がですね、すごく増えてるわけなんですよね。うん。という何かっていうと、浜田さんですね、まあ言ってみたら松本さんがいなくなった結果、各番組を今一人でやってる状態なわけなんですけども、そんな中でもですね、ダウンタウンデラックスっていう番組ですね、はい。これがですね、非常に影響がでかいわけなんですよね。はい。という何かっていうとですね、うん。例えば、ダウンタウンさんがやってる番組で言うと、水曜日のダウンタウンっていう番組があるわけなんですけども、これとかはですね、基本的には VTR を見る番組なんですよね。うん。まあ、もちろんそれを見ながらいろいろコメントしたり、VTR 終わりにもね、いろいろコメントもあったりするわけなんですけども、番組の大部分は、その VTR を見ることなんですよね。はい。なので、まあ、言ってみたらですね、松本さんがいなかったとしてもですね、まあ、そこまでとんでもなく大きな影響はないわけなんですよね。うん。逆に困るのは何かっていうと、そう、トーク番組なんですよね。はい。トーク番組の時の松本さんっていうのはですね、いわゆる芸能人の方々が喋ったことの一番最後にオチをつけてですね、最後笑いを取って終わりにするみたいな、そういうですね、すごくね、重要なポジションをですね、いつもやっていたわけなんですよね。うん。まあ、つまり芸能人の方々がどんだけつまんない話してもですね、松本さんのですね、腕でですね、最後一笑い取って、じゃあ次行きましょうみたいな感じで行く感じなんですよね。うん。で、そんなですね、松本さんがトーク番組からいなくなってしまうっていうのは、番組的にやっぱ結構痛手なんですよ。はい。ダウンタウンデラックスっていうのはがっつりしたトーク番組ですから。はい。そして松本さんがいなくなった結果、現在はですね、浜田さんが一人で回してるわけなんですけども、やはりですね、明らかにパワーダウンしてることが否めないわけなんですよね。うん。で、浜田さんもやはりそれは気になっていたのかで、ね、分かりませんけども、ダウンタウンデラックスでですね、なんと涙を見せました。それ何かっていうとですね、まだゲストの人たちが来る前にですね、最初ね、ダウンタウンさん出てきて、わーみたいな感じで観覧のお客さんが拍手してる中で、その人たちに対して軽くね、まあ一つ、まあ数分の話をした後に、そこでじゃあ本編という感じでゲストの人たちがやってきていろいろトークするっていうのがダウンタウンデラックスの流れだったんですけども、今回ですね、浜田さんがたった一人で出てきたわけなんですよね。はい。で、そしたらですね、最初は浜田さんも笑顔で、ああ、どうもどうもみたいな感じで、なんか笑顔で手振ってたんですよ。はい。しかしながらですね、そこに来たお客さんたちの拍手がですね、鳴り止まないわけなんですよね。うん。そう。つまり、その浜ちゃん頑張ってっていう思いでですね、いつもだったらですね、まあ一定のところでやむ拍手が一切やまずにですね、ずっとわーってか、こう、長く続いてたわけですよ。はい。そしたらそれに対してですね、浜田さんがですね、目に涙を溜めてですね、こう目をこうね、拭うみたいな感じをしな、ことしながらですね、泣かせんなよ、みたいなことを言ったわけなんですよね。うん。はい。そしてその部分がですね、きちんとテレビで放送されたわけなんですよ。はい。まあ、結構ね、やっぱ他の番組だと浜田さんですね、何事もなかったかのようにですね、軽くそのことをいじるくらいな感じで番組やってるんですけども、今回ダウンタウンデラックスでたった一人でお客さんの前に立って、そしてお客さんたちの盛大な拍手、頑張ってっていうね、拍手をもらった結果ですね、まあ、浜田さんのこう本音と言いますか、うん、なんか心の弱い部分っていうんですかね、そういう部分がポロリと出てしまってですね、まあ、それがすごい印象的っていう感じでしたよね。はい。まあ、僕も見たんですけどね、あんな浜田さん見たことないなっていう気がしました。はい。そしてですね、浜田さんがそんな風に頑張ってる中、松本さんは何をしてたんだいという話なんですけども、ここで出てくるのがですね、松本さんが吉本にですね、なんと来社したっていうことなんですよね。はい。という何かっていうと、そもそもですね、松本さんはですね、完全に吉本とはですね、まあ一線を引いてる感じがしましたよね。という何かっていうと、いわゆるその自身で弁護士を見つけて、自身個人でですね、裁判をすることもそうですよね。うん。ですし、はい。最初、吉本はですね、完全に松本さんと一緒にですね、こんなのは全部事実無根なんです、何もなかったんです、みたいなことを言っていたにもかかわらず、ことのがですね、どん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 大きくなっていくとですね、急にですね、コメントを変えてですね、そういうことを嫌なね、気持ちをした女性がいるということは、これは考えないといけないことであり、社内での話し合いを進めていきます、みたいな感じでですね、急にですね、なんかね、完全に否定していたのでですね、むしろお詫びします、みたいなことまで言い出したわけなんですよね。はい。そのことからですね、てっきりですね、まあ、見てる人たちがするとですね、あ、なるほど、吉本は完全に松本さんを切るつもりなんだな、あ、このままどうやらね、契約解除とかするのかな、みたいな声も結構あったわけなんですよね。うん。そんな中で、なんと松本さんがですね、今回吉本にですね、参上したわけなんですよね。はい。でですね、これね、うん。
吉本の会社は今どこにあるかっていうとですね、東京都の新宿区にあるんですよね。ここに本部の会社があって、もともとですね、これ小学校なんですよ。はい。小学校を改装して吉本本社にね、2008年にするっていうですね、まあ、結構びっくりなやり方ですよね。はい。小学校を変えるっていうね。うん。まあ、だから実際問題ですね、その小学校が元となっているようなですね、会議室とかもいっぱいあるわけなんですよ。はい。で、そこにですね、松本さんが現れたのが1月の21日なわけなんですよね。はい。でですね、うん。これに関してですね、その場にいた若手芸人さんたちもですね、コメントを出しています。はい。その日は打ち合わせで本社に足を運んだのですが、いつもは人が少ない休みの日にもかかわらず、スーツ姿の社員さんがたくさん出社していて、物々しい雰囲気でした。そんな中、関係者に囲まれて松本さんが現れたのです。当日、東京本部にいた芸人らはかなりざわついていました、というふうに言ってるわけなんですね。うん。はい。まあ、そりゃそうですね。急に松本さんやってきたらねって話したわけでね。はい。で、これね、吉本のところにですね、じゃあ松本さんがやってきて何をしたかっていうとっていう話なんですけども、はい。これについてですね、別のスタッフ曰くなんですけども、吉本興業の幹部の姿を見たというふうに言ってるわけですね。はい。まあ、幹部というと誰かというと、両方元マネージャーなんですけども、岡本社長、そしてですね、藤原副社長でしょうね、きっとね。はい。このあたりが本社に集合していて、おそらくそこで、まあ、ね、直接、ね、いわゆるそのね、膝を突き合わせてての何かしらの会議が行われたっていうことですね。はい。これに関してもですね、おそらく重要な話し合いが行われたと思います。それから数日後、松本さんが、文春を提訴したことが明らかになりました。あの時、松本さんと吉本の間に何らかの方向性が決められた可能性がありますというふうに言ってるわけなんですね。うん。はい。で、なんですけども、じゃあこれね、関係性が今後どうなっていくのかっていう話なわけですよ。これに関してですね、関係者がこう言ってますね。一部で松本さんと吉本との間の亀裂が報じられていますが、信頼関係は続いていると思います。テレビ各局の松本さんやダウンタウンの冠番組では松本さん不在で進められていますが、あくまで、一定の措置、一時的な措置とした考え方としての対応ですと。吉本としては裁判が終わるまで待つという姿勢を崩していません、というふうに言ってるわけなんですね。うん。はい。まあ、そういう感じでですね、吉本とですね、松本さんはですね、未だ一枚岩だよ、みたいなことをですね、関係者の方は言ってるっていう感じです。はい。でですね、じゃあこれに関して僕はどう思ったのかっていうとですね、うん。いや、僕としてはですね、本当に一枚岩かなっていうふうにちょっと疑っちゃう部分もあるんですよね。うん。というのは何かっていうとですね、最近ですね、各々のスタンドプレイが目立ちすぎてるなっていうふうに思いました。はい。というのは何かっていうと、松本さん最後はですね、今回の件についてはですね、頑としてですね、もう真正面から反対と言いますか、違うんだよっていうふうに否定してますよね。だから裁判をするわけじゃないですか。うん。しかしながら吉本側はですね、女性たちにもですね、ちゃんとね、女性たちのことを考えで、一回こっちでも調べますというふうにですね、明らかにですね、まあ、松本さんとはスタンスが違う感じがしますよね。はい。そして、この間で板挟みになっていたのは誰かっていうと、アテンド芸人さんたちなわけなんですよ。うん。アテンド芸人さんたちからするとですね、今回の件についてですね、もう基本的に何も言ってなかったんですよね。はい。まあ、それはそうですよね。だって自分たちの大将である松本さんが否定しているわけなんですから、となるとですね、自分たちがそれに対してですよ、うん、いや、本当はこうだったんですとか言いようがないわけじゃないですか。うん。大将が右向いたら自分たちも右を向くしかないのがアテンド芸人さんたちの現状なわけなんですよね。はい。で、実際問題ですね、そのタムケンさんだったりが渡辺センさんといった芸人がですね、いわゆるその女性上納飲み会ではなかったとかですね、ちゃんと、物扱いなんてしてなかった、ちゃんと扱っていたんだみたいなことをですね、主張し始めました。各々のラジオとか、渡辺センさんに限った YouTube チャンネルの方でですね、その件について話しました。はい。まあ、しかしながらですね、僕思うのが、それって吉本がちゃんと OK してるのかなっていうふうに思うんですよね。うん。そう。この件に関して吉本側が何も動いてないのが怖いわけなんですよ。はい。というのは何かっていうと、例えばなんですけども、渡辺選手さんは自分の YouTube チャンネルで20分間くらいかけてですね、釈明したわけなんですよね。はい。ただ、それもっと言うとですよ、吉本の公式のメッセージで出しちゃよくないって僕は思うんですよ。はい。普通そうですよね、皆さん。普通そうだと思いません？はい。で、例えば、吉本興業のホームページですよ。はい、この度はこうこうこうでこうなんですけども、そのね、参加していた芸人にいろいろ話を聞いた結果、渡辺センスからこうこうこうでこうこうこうでこういうふうに言われていますと、こうこうここが違うというふうに言っております、みたいなね。はい。いう感じで、渡辺センスさんの言葉を発表して、プラスアルファとして、じゃあ吉本としてはどう考えているのか、ね。私たちはこの件に関してこう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 なので、例えば、じゃあ渡辺センスさんの言うことを信じますのか、それとも信じないのかわかんないですけど、まあ、とにかく何かしらのコメントを出して、まあ、どんだけ長くなってもいいからさ、吉本のホームページにバーンって上げたりとかすりゃ良くないっていうふうに僕思うんですよ。うん。
ですよね。はい。にもかかわらずね、にもかかわらず、その渡辺センスさんが勝手に YouTube でそんなことをダラダラ喋って、それに対して吉本が何も言わないって、これおかしくないですかっていうふうに思うんですよね。はい。例えばですよ、皆さん。例えばですよ。例えばなんですけども、じゃあ、なんでしょう。じゃあ、ある俳優事務所がありましたと。ね。ある俳優事務所でイケメン俳優の方がですよ。なんか薬をやってるっていう疑惑がね、週刊誌で報じられたとしましょう。ね。薬をやってる疑惑があります。薬疑惑だってなったとしましょう。はい。で、その場合って普通に考えたら、ね、事務所側が何かね、説明文出すと思いませんかって話なんですよ。はい。まあもちろん認めるのか認めないのかわかんないですけど、例えばじゃあ認めないにしても、ね、事務所側がね、こういう報道がありましたら、が私たちが調査した結果、そういうことは一切ありませんでしたと。ね。はい。こういう件に関しては今後ですね、こういった対応を取って行きますとかですね、そういう風に事務所側が発表するんだったら分かりますよね。ですよね、これで普通に考えて。うん。にもかかわらず、今回の件で言うと、じゃあその俳優さんが薬やってるっていう報道が出た時にですよ、事務所側は何の言葉も発表せずに、俳優さんが自身の YouTube とかそういう動画の中で、私に最近こういう疑いが出てるみたいなんですけど、私はそんなことしていませんっていう風に言うようなもんですよ。うん。ね。おかしくないですかって話なんですよ。はい。普通、事務所側がかかってないと変じゃないっていう風に思うんですよね。うん。で、しかもですよ。しかも、ね、その、センスさんとかタムケンさんは完全に否定してるわけなんですけども、はい。ただ、さっきから言ってる通り、吉本側はですね、その完全否定の体制ではもうないわけなんですよ。はい。ですよね。この段階でもう、松本さんとその吉本側がですよ、なんか明らかに違うベクトルになっちゃってる。要は、違う方向を向いちゃってる。っていう状態だったにもかかわらず、その新たにそのアテンド芸人さんたちも、いわゆるその事務所とは違う方向を向いてるってことですね。まあ言ってみたら明らかにしてるわけですよね。うん。だからそうなってくると、なんかこう登場人物それぞれがですね、なんか完全に一枚岩になってない感じがすると言いますか。はい。っていう気がしますよね。うん。だから僕としてはですね、これね、何を思うかっていうと、やっぱ吉本のですね、対応の悪さがここでも出てんじゃないかなっていうふうに、はい、すごく思っちゃいました。うん。で、そうじゃないですか。吉本さんってね、さっきも言いましたけど、いきなり事実無根だっていうことをね、何の考えなしに発表したりだったりとか、ね、まともに調査する前にそんなことを発表したりだったりとか、ね、あとは吉本鎖国ですよ、皆さんね。このタイミングで吉本の若手芸人さんたちが他事務所のね、劇場とか、逆に他事務所の人が吉本の劇場に出るのを全部禁止にしたわけですよ。まあこれは完全に慣行例ですよね。うん。今回の件について話を広めさせないようにですね、完全にですね、そこに壁を作りに行ったわけですよ。はい。で、このタイミングでそんなことするなんてさ、ちょっとあまりにもさ、分かりやすすぎるでしょって話なわけなんですよね。うん。だから、全部の対応において、今のところ吉本って全部間違えてるんですよ。全部間違えてる。はい。はい。全部間違え、一個も正しいこと今のところやってないんですよ。うん。って考えるとですよ。って考えると、今のこの現状もまさにそうなのかなっていうふうに思っちゃうと言いますか。はい。いわゆるそのアテンド芸人さんたちにそういったコメントを出すことをですね、許してる部分だったりとか、それに対して吉本側が何のコメントも出さない部分だったりとかですね。はい。そういうところも含めてですね。うん。そういうところを全部含めた上で、これもまたいつもの吉本の間違いの一つかなっていう感じはなんか僕としては、うん、すごくしてしまいますね。はい。まあ多分ですけども、また松本さんにね、まあ完全に吉本でも松本さんには頭が上がらない状態なので、こんな状況になっても多分上がらないと思うんですよ。はい。だからおそらくですけども、松本さんがね、裁判するっていうんだったら、ああ、そうですか、わかりました。じゃあ頑張ってくださいみたいな感じですね。それについて、いや、裁判やめませんかとかね、松本さん、こういう流れなんで、さすがに裁判はもうまずいですとかね、松本さん、やっぱり復帰するためにはこういう方向でいきましょうよみたいな、そういうふうに何かしらを提言してるようには思えないと言いますか。うん。はい。だから僕が思うに、この重要な話し合いっていうか、単に松本さんの今後の展望と言いますか、俺はこうしてくでっていうことを聞いて、吉本側が、はい、わかりました、アンさん、はいな、アンさん、みたいな感じですね。ただただ、わかったって言うだけの回になってるんじゃないかなっていうふうに、僕としては思いました。はい。何度も言いますけど、松本さんの方が圧倒的に偉いですからね。はい。なぜならば、松本さんが売れた、まあ、神様、まあ、お笑い界で神になったおかげで、ね、当時のマネージャーだった、岡本さんだったりとか、ね、藤原さんが、結果として吉本っていう大会社の社長と副社長になれたわけですからね。うん。自分たちがここまで出世できたのは、トップとトップ2になれたのは全部松本さんのおかげなわけですから、はい、そんな人たちが何か言えるわけないでしょって話なわけですからね、うん、だからこの密談はですね、まあ言ってみたら密談とは名ばかりのですね、松本さんの意思表明、それにただ吉本が何も考えず従っただけの場と言いますか、っていう感じが僕としてはすごくしました。はい、まあ、その辺がアテンド芸人さんたちのですね、スタンドプレイからも見えるかなっていうお話ですね。はい、というわけでですね、今回はこの辺で終わります。この話にですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、コメントの方はぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。